アンリー・バン・ジャーマン・コンスタンド・ドルベックは、スイス出身のフランスの小説家、思想家、政治家、心理主義小説の先駆けとして知られる、アドルフが名高い、他に自由主義思想家でも知られる、フランスロマン主義を代表する人物の一人でもある、政治評論、宗教論など多彩な執筆活動や政治活動を行った、スイスのローザンヌに生まれる、父親は、 フランス系亡命プロテスタントの軍人であった。母親はコンスタンが生まれて間もなく死去。教育は主に祖父母と父親が雇った家庭教師によって行われた。父親の軍務の関係でオランダやイギリスなどヨーロッパ各地を転々とする。1782年にエルランゲン大学に1783年にエディンバラ大学に入る。当地に2年ほどおり。 1785年にパリへ、当地の文学者、哲学者らと交わる。この頃にパリとイギリス、スイス、オランダなどとを行き来する。ジョアの夫人やトレバー夫人、シャリエール夫人らを知る。特に1786年に出会う、シャリエール夫人から文学的な影響を受ける。1794年までドイツやスイスに滞在。1788年、 北ドイツのブラウン・シュバイク広告で、みんなフォン・クラムと出会い、彼女と結婚。政治や宗教に関する著作を本格的に始める。1788年には、宗教論を刊行しかし、結婚生活がうまくいかず、クラムとは1793年には離婚した。その年には後に妻となる、シャルロッテ・フォン・ハルデンベルクと出会う。 しかしこの頃のコンスタンは、1794年に、出会ったジャック・ネッケルの娘、スタール夫人との関係が深かった。スタール夫人はすでに夫と別居状態であり、文学活動やサロンでの活動を行っていた。こうして、しばらく行動を、スタール夫人と共にし、スイスとパリの間を行き来するようになる。スタール夫人多妻であったスタール夫人からコンスタンは、文学的、思想的、 政治的に大いに影響を受け、1796年についには彼女の愛人になった。翌年には彼らの間に子供が生まれた。この頃から実際的な政治活動を始め、いくつかの選挙に出馬する。多くはスタール夫人と活動を共にした。やがてナポレオン・ボナパルトが君臨し権限が彼のもとに集中されていくと、彼は反ナポレオン的として、 当時所属していた五民議員を罷免させられ政治家活動ができなくなる。また、スタール夫人も反ナポレオン的な著作を行ったとして1803年にフランスから追放されてしまう。コンスタンもスタール夫人と共にフランスから逃れドイツを訪問し、ゲーテやシラー、ビーラント、シュレーゲル兄弟といったドイツの文人たちと知り合う。しかし、この頃は スタール夫人との間も完全に冷え切り、彼女との別離を考えるようになっていった。この頃からスタール夫人とは頻繁に言い争いをするようになる。1805年にかねてよりの知り合いだったシャルロッテ・フォン・ハルデンベルクに再び接近する。彼女とは1808年に結婚するが、しかしスタール夫人との関係も完全に断ち切ることはできず。 1811年まで、スタール夫人との関係も続いた。1806年頃より小説を執筆する。この頃執筆した小説が元になり、後に、心理主義小説の先駆けとなったアドルフができる。また、同年、政治哲学の大著、政治原理を執筆。宗教論に関する著作も活発にし、経験主義的な様相を見せていた。 1811年に夫婦でゲッティンゲンに滞在。我が人生を執筆。また、1814年にナポレオン没落後にパリに戻り反ナポレオン的な著作を活発にする。しかし、百日天下でナポレオンが一時的に復活すると一転してその政府に加わり、世の非難を浴びた。この頃、単身パリにおり、スタール夫人の友達であるジュリエット・レカミレに、 熱烈な恋心を抱く。ナポレオンが再び没落した後、イギリスロンドンへ亡命する。当地でアドルフを出版。ほか、百日天下回想録を執筆。ルイ18世が即位すると大当てに弁明書を書き、許されて1816年に再びパリに。翌1817年長年愛人であったスタール夫人の不法に接し、 彼女に対する論説を発表。この頃には自由派のリーダーの一人に目されていた。1818 18年には今までの政治的な著作を集めた立憲政治講義を出版。以降、1830年まで執筆活動や講演、政治活動を積極的に行い、自由主義用語の立場から奴隷売買反対運動などを行い、民衆から熱烈な支持を受けた。 裁判年には7月革命において成立した7月王政を支持していた。1830年12月7日に63歳で死去。彼の葬儀は熱狂的な支持を集めていた。パリの民衆の手によって極めて盛大に行われた。ペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。小説等と突起する場合を除いて全て随筆、評論。ありがとうございます。